はい、レオンチャンネルです。なんか値段が書いてないけど、すごいの来たというか、とりあえず人気作品のアイテムは、プレ版にしとけみたいな、そういう流れがありますけど、嬉しい、これ仮面ライダーエグゼイドのコンバージがなんとプレ版でコンプセットみたいな感じで発売するんだって、こういう普通に一般販売で最近コンバージの発売店舗がいまいちだから、こういう風にフォローしてくれるのは嬉しい、限定アイテムでも。で、遅遅何これ、コンバージ仮面ライダー PB11 が来年の1月、2020年の1月で、すでに発売したエグゼイドとゲームもいますね。ただ、エグゼイドとゲームは武器持ちバージョンに変わってるし、キリアさんとか、ブレイブ、スナイプもいて、序盤のゴライダー、あ、そういう風に書いてあるんで、物語の始まりから、順番に商品化されてってるわけか。なので、最初のゴライダーがいて、で12、13ってここに書いてあるから、12が一気に中盤とか終盤手前まで来て、クロノス、レーザーターボ、ゾンビの X0 の方と、パズルとシミュレーションゲーマー。そして13が無敵。ファイターゲーマーが飛ばされてる、パーフェクトノックアウトゲーマーがいて、レガシー、ポッピー、青目版と、ゲムデウス、クロノスか。なかなかいいところついてくるけど、あれだね、ちょっとクオリティこれでもどうなの？ただこれを見る限り抜けてるものっていうと、まずファンタジーゲーマーないのと、あとはあれか、マキシマムもないね。でファイターゲーマーがなくて、それ以外は大丈夫か。まあここがゲーマードライバーになってるクロノスとかはね、まあ細かいことになっちゃうから。でレーザーも一気にレーザーターボ、できればチャンバラバイクがいいけど、まあここにバイクゲーマーいるからいっか。なのでちょいちょい抜けてるから、コンプセットっていうか、まあ一応こういう形で作りましたよっていう風なアイテムってわけだ。まず価格見よ。1月発送のこちらは、あー高いね。まあ5,720円。ただ前と違ってこれね、ガシャコンブレイカーとかガシャコンバグバイザーがついてるわけだ。武器系が付属されてて、あ、しかも新規造形、あ違うか、ただメタリックになんか変わってる、色変わってる、気のせいか。で5,720円、1体1000円ですね、ざっと。まあでも限定アイテム、ガンダムコンバージナーの EX とか1個3000円のやつに比べたら全然安く思えるけど、まあこんなもんか。龍騎のねコンバージとかもそれぐらいだったよね。15体セットで、あ12,000円か。でパッケージか、そもそも今回ちょっと高いのか。これはね、そうだね、12,000円でしたね。そしてレビューしてないっていう。龍騎今新作で盛り上がってるところもあるから動画作るわなんだいぶ放置しちゃった。全部1月発送だから全部まとめて買えばいいのか。で PB12 は加速する物語の中盤を盛り上げたキャラクターからラインナップ、大ボリュームのスナイプシミュレーションゲーマー、あ、まあでもこういう複雑なやつがあるから値段しょうがないのかな。仮面ライダーパラドックス、パズルゲーマー、あー、レーザーターボー、ゾンビアクションの X0 クロニクルゲーマークロノスね。これも価格はおいくら？あ、高いじゃん。6000円ですね。で、まあこんな感じで。あ、別角度から見ると、こういう風になってるわけね。クオリティとしてはまあ一般販売のやつと、まあ変わらないってことはメタリックとか結構こだわってんのかな。どうなんだろうね。そう思うとさ、あれよね、一般販売の1個500円とか結構安いよね。ちょっともう一回こっち見よう。これキリアさんいいな。スナイプも、あー、ブレイブも。でも武器持ち状態ってわけじゃないんだ。武器持ちはあくまでこの2人ね。2人のマイティ。
で最後 PB13 は物語のクライマックスを彩ったキャラクターを中心にラインナップ、黄金に輝くエグゼイド無敵ゲーマー、最近はね光るそば言われててちょっと寂しい無敵ゲーマーめっちゃ好きだから光るそば扱いちょっと寂しいわ。仮面ライダーブレイブレガシーゲーマー、レガシーゲーマーのクオリティがいまいちなんだよな。でポッピーにさらにパラドックスのパーフェクトノックアウトにゲムデウスクロノス、これすごいっすね、フル装備状態で。ダン・マサムネはほんとしつこいやつだったよね、ラスボスにふさわしい強さも持ってたし。6380円、どんどん高くなる。え、結局さ、だってこれ12000円プラス7000円だったら2万近くするじゃん。買うけど結構するなぁ。まあ、でも無敵とかパーフェクトノックアウトとかこういう造形モリモリのやつは一般販売じゃ無理そうだから、こういう形で発売してくれるだけまだいいのかな。意外とコンバージってガンダムコンバージみたいにエクストラシリーズでバンバン出すかと思ったら1個2000円とか、あえて一般販売でこういうのは出さないですね。結構プレ版で、まあ良心価格って言っていいか分かんないですけど、そこそこの価格で出してくれるって感じですよね。ということで結局1万8000円ぐらい7000円ぐらいするんだけど買うわエグゼイド好きだから買うわ。来年の1月発送でだいぶ遠いんだけど18150円です、送料なしでね。でももうこれ個別に発売するより外箱を豪華にしてもらってる勇気みたいな、ああいうのでなんかコンプセットで発売してほしかった感もあるな。さすがにこれピックアップして12だけ買おうとか13だけ買おうっていう人いないっしょ、みんな買うっしょ、一気に買う人は。なんで外箱が豪華なやつにしてほしい。じゃあ注文します。はい、レオンチャンネルコンバージ仮面ライダーエグゼイド PB11-12-13 をポチりました。それ以外は特に来てませんね。じゃあこのページは貼っておきますので概要欄からご確認ください。あ、ちなみにライダーキックスフィギュアの RKF 新フィギュアが追加されてて、クローズチャージ出るんだって。先にマグマが来たからもう出ないかと思ったらクロチャフォローしてくれるらしくって、これは嬉しいね。同じスーツ造形のグリスがめちゃくちゃクオリティ高かったから楽しみ。でさらにエグゼイドから、これかゲームだ、普通のゲーム、ゾンビ来てゴッドマキシマム来てまさかのアクションゲーマーレベルゼロの方ね、こっちが仲間版の方が発売してくれるそうで嬉しいね。でさらにさ、明日これ忘れないように皆さん、明日おもちゃウェブ見ると分かりますけど、明日ね4月20日からカタソールキャンペーンっていうのが始まって、これね騎士流シリーズどれか一つ買うとカタソールがもらえますから、本編でもバンバン使ってますけど、これが何でもいい、要は明日発売のミルニードルでもいいし、過去に発売したどれでもいいし、まあ騎士流をファイブナイツ、これはもうゴールデンウィーク商戦のてんこ盛りのやつですが、これ買ってもいいので、どれか一つ買えば肩ソールもらえるそうですから、先着なので早ければね明日中に終わっちゃいますので早めに買いに行きましょう。ではこの辺も全部ねページ貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。あとそうだ、4月20日といえばこれも最重要、 DXS101 シンカリオン E5 ハヤブサマーク2、僕も最速でレビューさせていただきましたけど、これめちゃくちゃ出来がいい、本当にもうね目の前にこうあるのよ、この音わかる、このカチカチ音、これねめちゃくちゃかっこいいから、変形方法とかで新たなるオーバークロス合体とかできるしさ、これまでのシンカリオンとも互換性があるし、これまでの E5 はやぶさはにアニメ版になって、あのちょっとリニューアルされましたけど、今回はフルモデルチェンジで完全オール新規で、中間車がさ偵察機になったりとかさ、これはね僕の予想だと、まあ最初のシンカリオンもはやぶさと小町速攻アニメ化の後に完売したから、これね明日完売すると思うから今日ね予約しといた方がいいと思いますよ。商品ページとしてはこんな感じですけど、僕のね動画で詳しくやってますので、あのオーバークロス型はねまだ紹介してないんだけど、基本的な変形方法とか全部解説してますのでね、動画貼っておきますのでそちらもご確認ください。これはね触っててこうビビッとね痺れたアイテムですから、ぜひおすすめですね。ということでこちらは予約してない人はなるべく
今日予約しに行くか、まあ、明日朝一買いに行くかっていうことをおすすめしますね。以上レオンチャンネルのポチリマシャットオカでした。